9月22日、お腹が空いたので、羽田空港から新千歳空港へと向かっています。新千歳空港から、まずは札幌まで、快速エアポート号で向かいます。ご乗車ありがとうございます。千歳線、快速エアポート、札幌駅。次は、南千歳に止まります。千歳線、苫小牧方面、関庄線が乗り換えます。快速エアポート号に乗ったわけなんですけども、乗ってる車両はですね、733系ですか。こちらの方で札幌の方まで行きたいと思います。はい、小樽出港駅に到着しました。それではですね、お寿司の方を食べに行きたいと思います。小樽といえば海鮮ということで、飯テロのお時間です。ウイングベイ小樽の中にある魚一心さんという回転寿司に入ってみます。まずはホタテからスタート。具がとっても大きいです。生エビ、大トロ、ウニの三貫盛りです。北海道は光り物もとても美味しいです。ウニはあまり得意ではありませんが、北海道でのウニは食べられます。北海道はクジラもよく食べられています。そしてカニの三貫盛りです。これもとっても美味しかったです。締めはアナゴの一本握りです。身がとてもふわふわです。お会計は21枚で約8000円。T さんごちそうさまでした。はい、じゃあ南小樽の駅にやってきました。ではですね、ちょっと南小樽から小樽の観光の方に行きたいと思います。はい、こちらですね、ちょっと前方に線路が見えるかと思うんですけども、こちらがですね、昔走ってた手宮線の跡地になってます。で、改札の方に向かってってもらって、こちらの左側ですか、これがおそらく手宮線に入る階段だったんじゃないかなと思われます。はい、ではですね、田中修造さん、こちらの方でですね、酒蔵の見学とあと試飲の方をしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。田中酒造さんは、明治32年から続いている老舗の酒蔵さんで、主なお酒は、宝川、小樽美人、などがあります。宝川、は、辛口のお酒ですが、すっきりの飲みやすい日本酒です。小樽美人、は、果実酒がメインですが、甘口の日本酒もあります。また、試飲したもので、季節限定ですが、正夢、が一番好きでした。
はい、北海道小樽の方でですね、昔あった手宮線の跡地、ちょっとこちらの方を歩いてみたいと思います。では行ってみましょう。国鉄手宮線は、南小樽、手宮間の約3キロを結ぶ、単線非電化の路線でした。現在は線路も残しながら、散策路となっています。はい、こちらですね、昔の色内駅の跡地になっております。こうやってホームが、こっち側ですね、ここにあって、で、そしてこれ線路が敷かれてたっていう状況になってます。はい、じゃあ小樽の駅まで寄りまでやってきました。でですね、ここから小樽駅に行って、夜市の方に向かっていきたいと思います。